り春だ。春花が咲き鳥がさえずり、くそくそムカムカする。ああ長い冬の間わしはスマホを一匹も捕まえられなかったのじゃ。にゃお。しかし待てよ。にゃに。春らしくムカムカしてきたがいい考えを思いついたぞ。楽しい春じゃがこれがスマフどもの最後の春になるのだ。くそいつか首絞めてやる。春の香りがする。みんな恋の病らしいね。春らしい現象だ。やっほーパパスマーフ、スマーフィ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 スマー。春らしい現象と言ったけれど、はい、スマーフィット君に贈り物。なんでもおいおい静かに。スマーフィット、あの僕と結婚してください。まあ、あの、そんなヘフティアの、私に僕と結婚して。ねえ、僕とね、僕と結婚して。子供たち、恥ずかしいと思わないのか。みんなでスマーフェットを困らせているのだよ。向こうに行きなさい。ひどい目にあったね、スマーフェット。でも、その、もし君が今結婚するなら年上のちょっと渋い、落ち着いた紳士で口ひげもある相手などどうだと思うかね。そしたら君はママスマーフと呼ばれるんだよ。ママスマーフ。それだけじゃないよ。じゃあその辺でお散歩してこよう。はあ、あと450歳若かったらな。いい季節だ。スマーフヘッドを騙すのに持ってこいだ。スマーフの中にわしの手下のスパイを送り込めば、スマフェットはもともとわしが作った手下なのじゃ。スマフ村を滅ぼせ。この花の花粉は特別なんじゃよ、アズレール。わしが作った最高の植物だぞ。愛してるって言って。スマーフェット、待って、スマーフェット、水たまりは危ないから、さ、僕にちゃんと捕まって。まあ、ありがとうヘフティ、あなた頼もしいのね。ヘフティ。何パパスマーフ。なあヘフティ、君のトレーニングマシンを貸してくれないかね。うん、いいよ。 ありがとう。ん、おかしいぞ。もしかするとニャ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 、そんなまさか。愛してる、愛してない、愛してる、愛してない、愛してる、愛してない。愛、まあ、みんなどうかしちゃってるわ。パパスマーフに相談しよう。愛してない、愛してる、愛してない。今行く。何かね。おお、スマーフやった。パパスマーフ、私そろそろ決めようと思うの、私の未来の旦那様を。そうかい。で、誰だい。うん、しばらく森を散歩してよく考えてくるわ。そうか、後でみんなに発表するわ。忘れないでおくれ、ダーリン。若い相手が全てではないのだよ。
ましたガーガメル様、今そちらに行きます。おいでスマーフェット、お前を待っていたのじゃよ。さあお前の仕事を説明しよう。あのな、そのな、だからな、それでね。みんなもうお帰り。スマーフェットは僕と結婚するんだからね。でたらめ言うなよヘフティ、僕が選ばれるんだ。僕に決まってる。子供たちは若さを保つことの大切さをまだ理解していないようだ。やっほー、ただいま。いやあ、おかえりスマーフェット。スマーフ村の誰と結婚するかもう決めたかい？もちろん。私頭のいいハンディが好きよ。ハンディだけ？それから頼もしいヘフティもよ。ヘフティ。なあスマーフェット、君の花婿はやはり一人だけにしてくれないかね。大丈夫よ、二人に決めてもらうから。今に素敵な旦那様が決まるわ。おい、彼女は僕のもんだぞハンディ。違うよ、僕に決まってる。でたらめ言うな。何だ、僕に決まってるって言ってんだろ。何だ、何か言ったら分かるんだ。僕のマーベルは僕と結婚するんだ。子供たち、早く家に帰って寝なさい。スマーフェット、バカバカしいと思わないかね。あら、でもロマンチックじゃない、パパスマーフ。スマーフなんてこんなものね。
どうもおかしい。この花のせいか。カーガメルだ。リンリリンリリンリリン。ベニー、何やってるの？パパに頼まれたんだ。村の真ん中にずっと線を引いてね、ヘフティ派とハンディ派を分けちゃって君を取り合わないようにするんだ。あらブレイニー、ペンキを塗るのお上手ね。とってもとっても素敵よ。本当？もう私手伝っちゃおう。わあ本当？リンリリンリリン。もうちょっと右よブレイニー。ありがとうスマホヘッド。おリンリリン。その調子、今度は左よ。お、分かった。リンリリンリリン。あれ、嫌だね。カーガメルがスマーフェットにかけた魔法を解かないと、このままでは村はめちゃめちゃ、みんなもバラバラだ。お前自分が何やってんのか分かってんのか。ババスマーフに頼まれたんだ。君と君の仲間はこの線の内側にいて。ババスマーフに言いつけるよ。それにババスマーフが知ったらきっと。ババスマーフ、まあまあどうしたの。私のハンディとヘフティ、そんな線の両側に突っ立って。そんなこと言ったって、けこんな線関係ないね。簡単に乗り越えられるだろう。どうだハンディ、あなたはどう？え、あ、うん、あの、うん、僕だって。あ、こいつ。スマーフ、この程度ね。そうか、やっとわかった。スマーフェット、わしのかわいいスマーフェット、治療法を見つけたよ。みんなやめなさい。ああ薬が、わしの言うことにも耳を貸そうとしない。こうなったら最後の手段だ。いやスマホのやつらスマーフェットを取り合ってお互いの首を絞め合っているに違いない。にゃー、アズレール、鍋いっぱい湯を沸かしてスマーフスープを作るんじゃ。にゃー、パパスマーフ。いやしばらくガーガメル。スマーフ村のパパスマーフもこれでおしまいじゃ。いやいやいや、ちょっと待て、落ち着いてゆっくり話し合おう。おお、いいとも。しかしお前をこのまま返しはしないぞ。いいか、ガガメル。今スマフ村では大騒ぎなのだ。ええー、分かっておる。それでわしの目を見てもらいたいのだよ。目だ。よし、そうだ。さ、じっとしていなさい。どうしたんだこれは。見かけを交換しただけだガーガメル。交換だ。しかしずるいぞ、そんなことをするとは。卑怯者、詐欺師め、イカ様だ、インチキだ。あっちに行け。アズレールのバカ者。クソな。スマホを食いたいならあいつにしろ。わしに触るな。いや、にゃに。元の姿に戻せ。わしの体じゃ、ガガメル様の姿じゃ。こんなちっぽけなのは嫌だ。心配するな、わしも我慢してる。スマホ村に平和が戻ったら元の姿に戻れるさ。どうやって？お互いの目を見てだな。呪文を唱えるのじゃよ。じゃあ今すぐやれ。エリックフラッグ元に戻れ。あ、いやこれじゃない。フィットパッド元のジャチャイだ。おお、怪我はないかね。わしに触るな、いまいましいスマフめ。どうなってんの。ガーガメル、お
わしを攻めて。あー、すごい力だ。いやー、作戦成功。やっと喧嘩が終わった。あー、捕まえられた。パパスマフの卑怯者、わしの名声が台無しだ。あいつの実験室に忍び込んで秘密の呪文を探し出してやる。さてと、これは幸せな家庭の魔法？くだらん。魔法健康法？違う。ないないない。あったぞ、魔法の変身術。いいか、よし、元の体に戻れる。みんな、縮まるんだ。食いよっか、食い込め。この子の、もっとやれ。かわいそうなガーガメル様、助けてあげなくちゃ。よくできた子供たち。みんなで協力しないと失敗するのがよくわかっただろう。じゃあロープをはだいてくれ。実はな、わしはガーガメルじゃなくてパパスマーフなのじゃよ。あら、じゃあ僕はスマーフェットよ。嘘じゃない。さあ早くほどいてくれ。冗談はやめなよガーガメル。お願い、みんなを止めて。パパスマーフ、勇敢なパパならできるでしょ。うるさい、ろくでなし。わしはガーガメルだ。お前なんか用なしだ。ガーガメル、これを見ろ。お前の秘密の呪文を見つけたぞ。ガーガメル、さあわしの目を見ろ。いやだ、何をする。きっとこうたっとあれこれ逆になり、子供たち走れ。捕まえたぞ。残りの奴らもみんな捕まえてやる。待て、逃げても無駄じゃ。来たぞ。おや、どうしたんだ。見失ってしまったぞ。串焼きにちょうどいいぞ。俺嫌だね、串焼きなんか。みんな逃げろ。ちょっと論理的じゃないよ。パパスマホがガーガメルで、ガーガメルってことは、もしガーガメルがパパスマホでなければガーガメルは。早く逃げましょうよ。こっちだ。にゃお。ガーガメル、あんだめ、捕まっちゃう。にゃお。向こうに行っちゃったわ。スマホを食いたいならあいつにしろ。わしに触るな。痛い、やめろアズレル。何をするんだ。痛いって分かんねえ。やれやれアズレル、その調子。とってもいい子だ。もう大丈夫だ、みんな。さあ村に帰るぞ。このろくでなし、自分が何をしたのか分かってんのか。スマホの奴らが逃げた、お前のせいだ。しかし奴らの居所は分かってやる。こっちだ、道は分かってるんだ。ここで右に曲がって、おや、左かな。もう一度右で、もう一度左。あれあれ、おかしい、よく分からなくなったじゃん。ああ、あの道だぞ。わしの家じゃん。ちくしょう、いまいましいスマホの野郎に今度もしてやられたじゃないか。くそ、いつか絶対捕まえるぞ。ああ、スマーフ村にやっと平和が戻ってきた。お元気、パパスマーフ。いいお天気ね。いやあ、スマーフェット、そうだね。ねえ、スマーフェット、スマーフェット。それで誰と結婚するの、スマーフェット。僕とロクだよね。私、あの、青くてすっごくハンサムな子はどう、スマーフェット。あ、そうね。ダメだよ、僕と結婚するんでしょ、スマーフェット。あの、そうだったか。みんな諦めろ、彼女が愛してるのはこの僕だ。僕だよ。そうだ、僕でしょ。黙れ、僕だ。やめなさい、静かに。もうこれで最後にしよう。スマーフェット、みんなのためにも結婚相手を選んでおくれ。あ、はい、もう考えてるわ、パパスマーフ。私ね、結婚するのはまだ早いわ。はあ、でもね、私一人だけを選ぶなんてできないわ。だってみんな大好きだから。やばい。
賢いスマホは知っておるのだ。また春がやってくると。